ガールズロックス。生徒の皆さんこんばんは。ガールズロックス2週目担当の森七菜です。さあ、1ヶ月ぶりの投稿になるんですが、今月から小森新校長、そしてペイ新教頭を迎えて授業をお送りしてますね。昇進するんですね。出世パターンの校長っているんだなぁと思いました。そして、ペイ教頭、はじめましてになりますね。よろしくお願いします。私、YouTube、ペイ教頭の YouTube をちょっとお見かけしたことがありまして、なんか、アキレス腱を断裂されたというの噂を見まして、すごい心配してたので、この度、直接、大丈夫ですかって、聞きたいと思います。大丈夫ですか？すごい心配してました。さて、投稿初日の今夜は、生徒のみんなから届いた書き込みを紹介していきましょう。栃木県17歳女の子、ラジオネーム、チョコとリラックシューさんです。森七菜ちゃんこんばんは。二十歳の誕生日を迎えてしばらく経ちましたが、何か新しく始めたことや発見はありましたか？素敵な素敵な二十歳にしてください。ありがとうございます。二十歳になってしたことは、もうわかりやすく言ったら、お酒を少し飲みましたよ。お母さんが、私を産んでくれた時に病院からいただいた生まれ年のワインがありまして、それを、次の日ね、ちょうどお誕生日の日も次の日がお仕事だったから、それ一口、二口飲みましたけど、大人の味だなぁ、電話ね。そんなね、さっきおめでとうって言ってさ、その3秒前までもう19歳だった女の子が、ね、急にこうパンって変わるわけもなく、特に実家もそんなにないんですよ。だから、大人の味だなぁって思っていたんですけども、これを飲めるようになる日が本当に大人になる日なのかなーって思いながら、次の日は、ちょっとむくんじゃってね、お仕事に行きました。二口ぐらいしか飲んでね、むくむんですね、お酒って。って思いました。茨城県15歳、男の子、ラジオネーム、コハキングさん。森七菜さんがとっても大好きで、毎日新回聞いてます。最高です。僕は、柔道をやってるんですけど、最近筋トレのやる気が出ないので応援してください。お願いします。深海ありがとうございます。でもね、筋トレするしながら聞くとし、曲としてはちょっと違うかもね。ジャンルが違うかもしれないから、そこは私の、なんていうか今から言うから、それに合わせて筋トレしてみてください。ワン、ツー、スリー、ファイ、ハイ、イチ、ハイ、ニー、はい、3、はい、4、5、6、7、8、9、10。最後のヒートアップについてこれだったでしょうか。コハキングさん以外の皆さんもぜひこれで筋トレやってみてください。鳥取県15歳、女の子、ラジオネーム、キキさん。はい、ありがとうございます。私は最近悩みがあります。それはお風呂に早く入れないことです。もともとめんどくさがりの性格なこともありますが、なかなか直すこともできません。もっと早い時間に入り始めて早く寝たいと心の中では思っています。何かいい対処法はありませんか？なるほど。わかるなぁ。めっちゃわかります。早く入りたいし、めっちゃ早く寝たいんだけど、もうさ、一回、私は、なんていうか、家から帰ってきて、ベッドに寝転べない人っているじゃないですか。いう人がめちゃくちゃ羨ましいんですよ。私は寝れちゃうから、もうベッド離してくれないの、そっから。だからさ、もう、そこで2時間ぐらいさ、いろいろさ、台本読んだりとか、いろいろ作業始めたりとかしちゃうから、全然、お風呂に入れなくて。でもどうしようかな、そういう時は、わかりました。森セブン参上。出るかな。トゥルトゥルントゥルントゥルントゥル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 。お風呂に入んなきゃよかったって思ったことないだろう。そう。
伝わった？大人気企画、あの知る人と知る大人気企画森セブンが参上しましたけど、あのね、お風呂に入んなくてよかったって思ったことなんてないじゃないでしょ。だから入ろうあの、あとは時間決めることかな、うん、なんか15歳だったら多分帰ってくる時間とか門限とか決まってると思うから、帰ってきて30分以内に入れたらプリン食べれるとか、そういうのいいと思う。たまによくやります。茨城県14歳男の子、ラジオネームうせやんパイセンさんです。ななちゃん、母が趣味でギターをしていて、自分もやってみたいと思ってやり始めてみました。A、D、E、G のコードしかまだ習得できてません。まだまだ練習してスマイルとか深海とか弾き語りできるようになりたいです。お、ありがとうございます。私ね、あのギターやり始めて、自分のね一番最初の曲カエルの歌をね弾こうと思って、そしたら最初が F なんですよ。もうさ、マジでって思って、何回もそれで練習したけどなかなかできないのよね。だから、まあ、スマイルは今ちょこっと弾けるようになったけど、やっぱ弾きながら歌うとライブ感が出て楽しいですよ。どうしたらいいのかな。でも急がなくていいと思う。急がなくて、最初は ADEG のある部分しか弾かなくていい。それで歌ってて、その ADGE が出てきたら弾くみたいな。でだんだん楽しくなってきたら他の部分もちょっとずつ挑戦してみるっていうやり方で、私結構できるようになりました。意味わかったかな。そう、そういうやり方でやってみました。はい、皆さん書き込みありがとうございました。それでは一曲ここで聴いてください。森七で深海。なんか久々に聴いたけどいい曲ですねすいませんさて、明日のガールズロックスですが、私から生徒の皆さんに嬉しいお知らせがあります。ぜひ明日も聴いてくださいということで、私とはまた明日、森七でした。小森校長、提供と、今月からよろしくお願いいたします。